はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうためにですね、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安須のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、先日 5G が早く医療機関に使われてほしいとお話をしました。まあ、話した通りですがね、その通信機器同士による電波通信速度が20倍になるらしいんですけどもと説明したんですけどもね、まあでもピンとこないですよね。なので、まあ、こんな例え話をいくつか一人で考えてました。まあ、例えばですよ、例えばなんですけども、カップラーメンの3分が20倍の速さになったら、お湯を入れて9秒でいただきますができます。これが20倍の速さね。でもう一つね、もう一つなんですけども、例えば新幹線で東京大阪間、まあ、2時間30分なので、まあ、風に計算したら150分かかるところを 7.5 分で着きます。出発する時の徐々にこのスピードが上がっていく時と、到着する時のこの徐々にスピードが下がっていく時の速度はまたちょっと別のものと考えて、東海道新幹線 700A のぞみは時速最高速度が 5,700 キロに達します。現在開発中のリニアモーターカー、現在の最高速度はね、時速603キロでございます。これが 5G になるとですね、時速12060キロになります。もしそんな速さのリニアモーターカーがですよ、東京大阪間を走ると 2.5 分で着きます。カップラーメンはまだ食べれません。陸上競技 100m 世界記録保持者のウサイン・ボルトは 100m を 9.58 秒で走ります。ウサイン・ボルトが 5G になれば 100m を 0.479 秒で走り抜けます。しかし、この2本にはすごい伝説が書かれた小説がありますね。このお話はね、テレビ番組ピッタンゴカンカンという番組でですね、安住アナウンサーがお話しされたんですけども、僕は衝撃を受けましたね。それは太宰治さんが書かれた走れメロス。メロスは走った。少しずつ沈んでいく太陽の10倍の速さで走った。これをね、真面目に計算したら、太陽は動いてないので、それは地球の自転のスピードのことになりますね。だから時速1300キロになります。しかもメロスは10倍の速さで走りましたので、時速1万3000キロなんですよ。ということはマッハ11ってことですね。メロスはですね、 5G にならなくてもですね、携帯電話がない時代でも地球上で物質が移動する速度に関しては世界一でした。まあ、これでなんとなく 5G がどれだけすごいのかが分かっていただけたと思います。まあ、今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。